フランよ、そろそろ頃合いだな。やはは、絶対油断してるぞ。おはようございます。二人で何を話してるんですか？変なこと企んでないですよね。隊長とフランさんが密談していると、ろくなことないですからね。違うぞ。バカ者、仕事の話だ。へえ、気になりますね。聞いて驚くなよ。トンネルサーチだ。全館秘密部？独房のトイレを徹底的に調べるのだ。脱獄用のトンネルを掘ってないか調べるんですね。なるほど。受刑者はトイレの配管から脱獄を企てる場合がある。今回はそのトンネルを掘っていないか、抜き打ち検査するぞ。トイレを調べた際にいくつかの金製品が見つかっていますね。物を隠すにはうってつけの場所ですからね。おい、トンネル掘ってるやつは申告しろ。無申告で見つけたらボコボコにするからな。フランドの、これを見てください。携帯電話が大量に見つかりましたよ。全部で7台もあります。ここはベイリーの部屋だな。これは隔離防疫確定だな。バカなことをしましたね。よっしゃ、この調子でどんどん探すんだ。おい、勝手に独房に入るな。人権侵害だぞ。黙れ、ここでは私が法だ。逆らうなら隔離房にぶち込むぞ。人権なくて草。監修、状況を報告するんだ。フランドの、金製品は見つかりましたが、どうやらトンネルはないようです。よし、それならトンネルサーチは終了だ。これでトンネルからの脱獄は当面ないことが確認できたな。受刑者も抜き打ち検査があると知れば、そう簡単にトンネルも掘れないです。抑止力になります。は、話してくれ。携帯電話なんて知らないんだ。お前の独房から7台も見つかった。言い逃れするんじゃない。ベイリーが隔離房に連行されていますね。本当に知らないんだ。ふん、隔離房でしっかり反省してもらうぞ。トイレの検査があったらしいな。ベイリーの独房に隠していた、携帯電話が見つかったみたいだ。また別の隠し場所を用意するか。さて、今回も刑務所の拡張を行っていくが、資金が少ないためしばらく様子を見ようと思う。それと閣下からそろそろ次の指令がありそうです。ゾンビウイルスの状況も教えてもらいたいぞ。それによって今後の方針も変わりそうです。刑務所は今のところ問題ないため、一旦はこのままにしておきましょう。お前たち、ゾンビの発生にはくれぐれも注意するのだぞ。あれ？今日もゾンビが発生したのか、すでに監視が対応中です。オビアーマーを装着しているので、一体ならなんとかなるでしょう。厳しいようなら撤退するよう指示してあります。やっぱりゾンビが強いな。オビアーマーを装備してても、1対1では負けますね。監視で対応するなら3対1が基本になりそうだ。よっしゃ、そのまま行け。ゾンビ、暴れ。残りは武装警備員で片付けるんだ。マックス全体、ここは任せてください。ショットガンで吹き飛びました。ほら、バラバラになってろ。とどめだ。強い、やはりショットガンは強力ですね。うむ、ゾンビを単独で蹴散らしたな。刑務所内の安全を確認したぞ。ゾンビは2体だったようです。ふう、昨晩も発生したので2日続けてになりました。受刑者も多くなってきたからな。被害が拡大しないよう警備はより厳重にするんだ。職員の感染者が発生する可能性もありますからね。ひとまず怪我をした職員の治療を優先します。ポンポン頼んだぞ。キメイマル様、ルーミア様がご到着されました。こちらに通しなさい。キメイマル、久しいですわね。同志、会いたかったですよ。おほっほっほ、計画は順調ですわ。ゾンビウイルスは順調に拡大しているようですね。どの国も感染源の特定すらできていないですわ。無能な奴らですわね。すべては我らが主の理想郷を想像するため、絶対に失敗は許されません。私はウイルスの拡散に専念しますわ。あなたは情報操作を頼みますわよ。私が本気を出せば情報操作などたやすいです。それとウイルスの製造ラインは問題ないんですの。安心してください。こちらも計画通りです。おほっほっほ。我々の未来を祝して、今晩は飲みますわよ。いいでしょう。新世界のために。は、失礼いたします。隊長、それで閣下はなんと。ウイルスについて何か分かったのか。どうやら研究にさほど進展がないようだ。非常に残念です。
未だに感染源すら把握できないとは、これは相当難航しているようですね。唯一判明したことは、ゾンビの強さに個体差があるようだ。やっぱりそうなんですね。何が理由なんだろうな。そこは研究中のようだ。それと本日の8時に11名の受刑者が移送されてくるぞ。かなりの数ですね。よっしゃ、フランに任せろ。話は変わりますが、植林なんて開始してたんですね。あ、本当だ。植林し成長したら伐採している。これは高級株の生産に必要な丸太を確保するためです。なるほど、そういうことですか。それに丸太はそのまま売却しても、そこそこの値段になるからな。資金確保にはちょうどいいですね。やはは、最近は資金が枯渇しそうだからな。マリサ殿、受刑者が到着したぞ。ふむふむ、予定通り11名だな。これで受刑者が47名まで増えました。かなり増えてきたな。ここまで来たら50名突破は確実でしょう。最大収容人数が59名なので、そろそろ拡張を検討しないといけません。それまでに資金をもっと貯める必要があるな。貴様、薬物あるな。これは母の形見なんです。そんな言い訳通じるか？は倒れた。引退されててくて。トムソン43歳、放火の罪で16年の判決が出ていますね。家族がいるのにバカなことをしやがって。ゆっくり刑務所でしっかり更生してもらいましょう。では刑務所の拡張を始めていくぞ。今回は共有ルームの建築をするぞ。共有ルームってなんだ？確か自由時間に受刑者たちが過ごす場所ですよね。まあ娯楽室と思ってくれたらいい。確かに娯楽室ってなかったですね。共有ルームを建築すると、助成金もゲットできるぞ。おお、この面会ってやつか。すでに面会室は完成しているので、共有ルームだけですね。1万ドルは助かります。いつも四角形ばかりなので、今回は少し形を変えてみるぞ。やはは、変な形だな。フランさん、隊長に怒られますよ。ふん、建築センスがないのはわかっている。とにかく完成が楽しみですね。受刑者も喜んでくれますよ。ブルスター、そろそろ休憩するか。はい、マックス先輩、それではマリサ隊の話でもしましょうか。いいな、前回はポンポン殿とロアケ殿だったな。次はフラン殿にしましょう。見た目が幼児みたいな方だよな。おそらく弱いと思っていますよね。まさか強いのか。フラン殿はこの国最強の軍人ですよ。過激派テロ組織や武闘派ヤクザなど、数々の危険組織を単独で殲滅した功績があります。単独、すげえな。ただ一番の問題児でもあり、気に入らない上官をボコボコにしたり、担当現場の食料を食い尽くしたりと、制御不能な幼児の皮をかぶった悪魔なんです。もうめちゃくちゃだな。そんな悪魔を唯一飼いならせるのがマリサ殿なんです。それでマリサ隊にいるのか。ぶっちゃけゾンビもフラン殿がいれば全く問題ないと思いますが、それではゲームとして成り立たないので戦闘に参加しません。急にめたい話するなよ。びっくりするじゃん。とにかく怒らせないようにしてください。わかった。みんなのアイドル、フランだぞ。休憩室でフランの話をしている。マックス、ブルスター、すぐに受付に来るんだ。まさか聞こえていたのか。絶対怒ってますよ。我々はどうなるんだ。お前たち、共有ルームが完成したぞ。これで受刑者のニーズをさらに満たすことができるだろう。やっこい、みんな喜ぶぞ。早速部屋を見てみましょう。まずこちらはテレビルームですね。大型テレビ2台とソファーが設置されています。これは快適そうだな。落ち着いて過ごせる場所になってますね。隣には電話ボックスがあるため、家族への連絡も可能だぞ。反対側にはウォーターサーバーもあるな。隊長、アーケードゲーム機もあるじゃないですか。受刑者からの要望が多かったので設置したぞ。へえ、すごいです。他にも卓上サッカーゲーム機、ビリヤード台、卓球台がありますね。素晴らしいです。やはは、スナック販売機もあるので完璧だな。フランさん、こじ開けて食べたらダメですよ。大丈夫だぞ。これは大丈夫ではないな。監視しておきましょう。これで完成ではあるが、もし要望があれば追加で設置する予定だ。マリサ殿、ご報告があります。どうした？本日をもって奥越めのケーキが満了となります。おお、釈放か。3年のケーキが終わったのか。ついにこの刑務所で初めての釈放者が出ましたね。感染の疑いがあるので、一般市民用の隔離施設に移動になるがな。でも刑務所よりははるかに自由です。確か監視はありますが、一日だけ自宅に帰れるんですよね。そうだぞ。じゃあ短い時間だけど、家族と過ごせるな。奥越め、もう戻ってくるなよ。はい、いろいろお世話になりました。これからは子供のためにも真面目に生きます。彼は非常に真面目で、一度もトラブルを起こさなかったです。模範的な受刑者だったな。
ちゃんと構成しているようなので、これは社会復帰できるぞ。あとはゾンビウイルスさえなくなれば、元の生活に戻れるんですけどね。まだまだ先は長そうです。我々は与えられた仕事を全うするだけだ。ゾンビ化した受刑者を殲滅していくぞ。あれあといったところで、今回はここまでとするぞ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。ありがとな。バイバイ。